はようございます。ね、私が全部受け入れてあげるからさ。嬉し恥ずかし朝がえり不安言い訳、イエイイエイ。もう受け継ぐんで私。こうやってやっててみたいなみたいなこれが腰ヒット？なんなのこれ？みたいな。みたいなさ。何これ？そんなんじゃ女は行きませんよ。がっつり掴んでね、腰骨のとこをね。支えてあげて。ね？こんなヒットじゃダメね。がっつりこうね、キュッと掴んであげて、パンと入れてあげないと。スポーンってね。そうだろ。これが腰ヒットだろ。手はいらないじゃなくて、腰を動かすんだったらね。腰を動かすんだったら、こうやってさ、こういうダンスとかあるじゃん。回したりとかさ、こうやってさ、カクカクやったりとかさ。ただ、この手がついてるってことはヒットじゃん。だってね、パーンと。入れちゃうってことでしょ？燃えろよ。みんな、キャーって言ってね。みんなね、失神しちゃうんだから。韓流スターが腰ヒットしたら、キャーのさ失神すんだよ、ライブとかでさ、こっちヒットね。とかさ、とかさ、みたいな。興奮してって何？じゃうるさくないよね。最悪だね、後ろからだって蹴りを入れただけじゃん、こうやってさ。前にね、ホテルマンがいたとね。ね？後ろから普通にこうやって蹴り飛ばしてたけど、こうやってパンつってな。あ、ダメ。一年間はちょっとおとなしくしてないとね、ちょっとまた訴えられちゃうんだよ。だから、あれもね、いろいろあんだよ、話が。あるの。いや、反省はしてる。いろいろあるんで言えない話もさ、そうなんで、ね、メンバーシップの中でね、話したりとかしてるんですよ、普通にさ。うん。で、昨日ね、ヨギママと喋ってた。ヨギママは、女にレイプされてオカマになったらしいんだよ。女性にね。女性に、そう、ヨギママは女性恐怖症かな。そう、なんか、そう目覚めちゃったタイプみたいな。結構多いんだよね、そうね。結構いる。女性に何かされて、その契約感かな。こう、なんつうのかな、トラウマみたいになって男の方に走る人とかさ。うん。女性が嫌いになっちゃって、みたいな。少なからずいるね。でもかわいそうだよね、無理やりやるっつうのはね。やっぱダメよ、そういうのはさ、性的なことは。同意を求めないと、やっぱそうやって心に傷を負っちゃうからね。お互いにこう盛り上がってやるんだったらいいけどさ。ただついにできたかな、女が。フォルポン。さっきまで配信やってたじゃん。今やってないよね。今放送聞き切ってるしよ。やってないよね。ツイキャスやってないしよ。ふわっちも TikTok やってんのかな。 TikTok やってる？ポルポン、ちょっと見てみようかな。ちょっと TikTok を見ちゃおうかな。ポルポンでしょ。あ、 TikTok もやってないね、今ね。あら、そうさ、放送終わった後に電話するの女だよね、絶対ね。どう？すぐ電話するってことはさ、女っぽくない？ねえ、わーって今日買ったりいいんだよ、マジやっべーみたいな。あのさ、マジやっべ。聞いてくれる？みたいなさ。マジやっべ、今日やっばかったんだよ。とか言って、すっげえさ、とか言ってさ。リスナーがさ、アンチがさ、とか、奈々ちゃんがさ、とか。いや、嬉しいよ、ポルポン。私はポルポン応援してんね。早く彼女作ってほしいな、っていうタイプ。ね、幸せになってほしいよね。いや、嬉しいな、ポルポン。女ができたか。赤飯炊かないとね。藤見ちゃん、ごめんね、放送中に。なんか藤見ちゃんが体調不良っていう鳩が。いや、体調は大丈夫ですよ。あ、そうなんだ。ならよかった。あ、多分眠い眠いって言ってたからじゃない？あ、そっかそっか。もうちょっといろいろ最後、準備してて。すごいね、結構詰め詰めだね、これね。スケジュールすごい。企画満載ね。多分、移動とかも、なるべく
ようにそのまとめてあるから、うん、多分そのあんまりバタバタしないと思う。そうだね、間にね移動時間があるもんね。そうそうそう、だからプラス、うん、まあとかできるものはしてあるから、うん、ずっとあと配信の許可も取ってある。大変だったでしょこれ全部取るのね。大変だよね。いやほらやっぱりそうね、うん、できたりもあるだろうかな、うん、だそういうのも一応ただまあ持って最悪なんかそういうのが多くて、うん、抜かるようだったらちょっとすぐ退散するとかあるかもしれないけど。ああそっかそっか。だからまあそこはまあ臨機応変でね、で向こうに伝えてあるんだけど、うん、まあ、でもやっぱちょっと業務の支障が出ちゃうとっていう。まあそうだね、だからその場合人が集まるとね、私の判断でちょっと一回こう配信出るなりとかっていうこともあるかもしれないんで、うん、藤見先生さこれさお金も結構かかるでしょ。オーブです。え、いや私が皆さんを誘ったんで今回は一銭も出さないでください。またそうやってさ少しぐらいは、違う、だそのお土産買うコーナーもあるからそのお土産自分の目に買ってください。なんかお土産コーナー各種お土産買うときは自分のお金で買ってください。それはだって車はレンタカー、レンタカーレンタカーそうそう車の代もかかるしね。じゃあ車代私出そっか交通費。いやいやいやいいのいいのいいの大丈夫。本当にあの小前くんに全部あの私に請求するの言ってるから。あ小前くんが代わりに取ってきてくれるんだ。やっぱあのレンタカーは小前くんに予約してくれ頼んどいてあるんで、うん、あそうなんだ。喫煙者でちゃんと喫煙者で撮ってもらってるから。喫煙者でね、そこ大事よね。そうですね。いや、ね、同じミスはね。6万ずつ払ったからね。あれこそ無駄なお金だったわよね。まあ、だから大丈夫。あの、その辺もちゃんと予約で私がちゃんと払ったのかな、うん、あの。全然気にしないで。本当そうあの気持ちよく、うん、やりましょう。そうね、うん大丈夫だから、うん、そう初めてだもんねみんなで旅行行くのね。そうそう3人とね、まあ小前くんもいるけどそうね初めてだから楽しみ。結構宿も良さげな感じのよかったね見たけど素敵よ。星見えんじゃないのって感じよね。見えるでしょ絶対ね。あの焚き火であのタバコはねあのね、うんあの、あそこのテラスでは吸えるから。あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、外に出ればいいって感じだね。室内ではちょっとあれだけど、うん、あの、すぐちょっと出たらすぐ吸える。今多いよね、タバコ吸えないだろうね。そうなの。でもそこはなんか、あの、喫煙所とかなくて、うん、この、焚き火のやつとかついてるから、そうだね。そこの、ちょっと出たらすぐ吸えるよ。うん、あの、そっか。うん、じゃあ、明日よろしくお願いします。配信自体は何時からスタートするんだろうその動き出すのは。私のところに小前くんが8時とかに迎えに来るかな。ああなるほど。配信しながらこうひどんなさん拾ってみたいな。うん。それで私最後だもんね。そうそうそう。だから定時終わる前には多分、ね。うん。わかりました。で待ってまーす。皆さんあの明日と明後日、うん。朝の定時をやってくださいねちゃんと、うん、定時はやんないかも家出るまではやろう。あでもその次の日ホテルの朝とかやってよ。でもさちょうどさ食事にかぶっちゃう。食事は藤見ちゃんの枠でやった方がいいんじゃないの豪華なやつは。だからやってほしい。もともとそのつもりだったから私一番いいとこじゃんだってご飯とかさ。いやいやでもそんな言うてそんなめっちゃ豪華な朝ごはんってわけじゃないと思うから。そういいの朝はやってほしいの逆に。うんみんなうるさいもんねガチャガチャね。定時だから夜はひどんなさんも定時やってほしいし、うん、そうだから定時はきちんとやってリスナーさん待っててくれるから。あそう？そうあと私それ以外なんでいくらでもできるから。うんただその施設関係とかちょっと私じゃないとちょっとダメかもしれないからその辺は。あそうだねうんでもらえればいいから。わかりました。はい、だから定時はきちんとお願いします。うん。じゃあ明日よろしくお願いします。お願いします。楽しみにしてます。だって。
もうすごい完璧だわこの旅行。もしもし愛犬の気持ち考えけんごかげ。ちょっとなんか急に声が飛んだけど。あ、ごめんね、原本。私が無理やりそうやってるわけじゃないんだけど、今回で。お互い同意してくるんだよ。あっちもノリノリ。ちょっとゆっくりやれば。なんでもう1年経ったし。まだたった1年でしょ ?1 年で何もわかんないと思うよ。いや、だから遅いも早いもないんだ、恋愛に。あんた頑固だからね。じゃ、頑固じゃなくて、あなたはなんで毎回口を出してくるの？毎回口を出してはいないわよ。毎回出してくるじゃん、ケンジ君の時も、ボルポンの時も。ね、あのさ、昨日のさ、私のレイプの話でもそうだけどよ。相手の気持ち考えてるかって聞いて。レイプなんか私してねえし。いや、違う、私が経験した話をね、面白おかしくネタにして話したろうよ。私あんま話すなって言ったよな、それ。どれ？その私がすいません、それと今の話は違うんでしょっていうの。だから、一時が万事こういう感じだって言ってんの。何が言いたいんだ、結局。少し冷静に物事見る。邪魔しないでって言ってんじゃん、毎回。ねえ、子供か？もう。邪魔しないで、いつも。いや、私がいく邪魔したのに。で、レイ君はそんなに悪いやつなの？あんたの悪い癖だよ。じゃあ、ひでママが言ってたけど、亡くなる時に。私は、レイちゃんから聞いてるのは、最初は好きだったっていうのは聞いた。前に。そう。うん、でも今はどうかわからんって言ってたわよ。わからんってことはなるってことでしょ。なるかもしれないし、なんなんかもしれないと。何あんたって自分がさ、そうさ、良くなろうって、さ、悪い方を考えないの。だから失敗するんじゃん、いつもいつも。いいんだよ、最悪なことも考えなきゃ。失敗しなきゃ次はないんだから。いや、失敗しすぎてんじゃん。何十回失敗してんのよ。その都度、その都度。周りに、周りに、スナーさんにさ、泣きねえ。失敗は悪いことじゃないの。次に繋がるかな。失敗を恐れちゃダメでしょ。私も6年見てっけど、気が勝手にいいじゃねえかな。あなたたちが邪魔するからでしょ、いつもガチャ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 。人のせいにするんじゃないの。で、何？私の幸せを願ってないの、あなたは。願ってお友達として応援するべきじゃないの、そこは。はい、応援してきてるよ。頑張りなさいっていうのが友達でしょ。何百回さ、応援してんのよ。レイクはそんな人じゃないじゃん、知ってるでしょ。そのくだりも前に聞いた。何が？何十回何百回もその話、同じ言い方。いや、応援するのしないのどっちなの、友達として。応援はしますよ。ただ相手の気持ちもあるからねって言ってる。相手の気持ちがよぎままにはわかんないんでしょ。私とレイ君の問題なんだ。長い付き合いだからわかるわよ、それは。誰の？私は少なからず相手の気持ちはわかるよって言ってんの。で、じゃあ、あなたが関わってくる問題じゃないし、そこに。はい、ちゃんと聞きなさい、あなたにも。ママも同じこと言ってたら、あんたはこうだって決めたら周り見えなくなるから。だから見えてるっちゅうねん。見えてない。あなただろ、見えてないのは。ママもそれをよく言ってたもん、あんたはさ、聞き流してたでしょ。見えてるわ。じゃあ、どう見えてんの？言ってくださいよ。どう見えてんの？何がどう見えてんのよ。で、あんたに聞いてんだよ。何の話に対して周りがどう見えてんだって聞いてんだよ。周り今なんかガチャガチャ言われてますよ、いろいろ。それは言われることしてるからみんな言うんでしょ。何もしてねえし、私。ただ好きだっていうことを言ってね、どうせするってことを発表しただけで、言われたくないんだよね。だから、じゃあ配信者選ばなきゃいいじゃんけ、ママにも言われてなかったっけ、前に。何が？ん？一般の人選べばって、あの子は選ばない。別にいいじゃん、配信者だろうが、一般だろうがさ。配信者だから、うまくいかないんじゃないけど。関係ないわ、芸能人だとうまくいって結婚する人たちもいるじゃないの、だって。あんた、私に言ったこと忘れたの。配信者としてくと、新薬んとこと、ね、新薬んとこと、ね、養分とかうまくいってんじゃん、桃くんとかさ。それはさ、その人たちがしっかりしてるからでしょ。私がしっかりしてないと思ってんの？あんたはね、白鳥芸妓なんだよ、全部が。何が？全部中身がさ、もうお嬢様なんだよ、お姫様なの。周り見えない。みんな憧れるだろ、女マン。いや、憧れるけどね、ちょっと周りブンブン振り回しすぎてるわよ。ヨギママ反対派なんでね、邪魔しないでください。あのさ、勝手に決めないでくれる？ちょっかいも出さないでね、猫には。応援してるわけ。筋が通ってないから違うよって。なんで？筋とか関係なくない？じゃ何に反対のわけ？人間と人間よ。
何に反対なの？もうちょっとさ、自分の言い分を書いて相手を優先して。お家に来ることが気に食わないわけ？そうじゃなくて、なんで中学生みたいな言い回ししてくるの？そういうことじゃんだって。今まで何も言わなかったじゃないの。何も言ってなくないよ。あんたが聞いてないだけでしょうよ。いや、言ってなかったでしょ。家に来るっていうことを言ったらあなたが電話してきたじゃないの。家に来るのが反対ってことでしょ。でもう話聞きなさいよ。もうさ、このさ、ドラクエのさ、スライムみたいなさ、たが攻撃、たが攻撃、たが攻撃みたいなさ、そのさ、CPU みたいな。何を言いたいわけ、長尾さん。応援するなら応援するでいいじゃないの。応援はするわよ。ただ、あんたは周りを見ないからね。私はママがいないから。そんなん分かってるし、自分の性格なんてね。分かってんだったら配信が面白おかしくやんじゃないよ。何が？本気で見逃してる。あなたがそうやってね、そうやってガチャ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 、そうやって入ってくるからでしょ、いつも。人の警戒また。私はネタのつもりでやってるつもりないし。ね、だからさ、人を大事に思うんだったら配信言わないで、ちょっと相場省くもんじゃないの。何を言ってんだよ、こいつは。あんたより恋愛経験豊富だから言ってんだよ。だそれは一般人の場合でしょ、ケンジ君みたいな感じでしょ。いや、配信者がもう人間でしょ？配信してなきゃ。いいんだよ、もうめんどくせえな、配信がどうのこうのとかさ、一般がどうのこうのとかさ。そんな、リスナー目線やめろよ、もう、いい加減。いや、配信者として人間として言ってんだよ、まあ、どうでもいいんだよ、そんな配信がどうのこうのとかさ。私は幸せになりたいって言ってるだけなんだよ。じゃ、幸せになりたきゃ、周りとか相手のことは一番優先してやるんだけど。いいの、そんなのは。あなたに言われたくないです。ママ泣いてるよ。泣いてねえわ。泣いてるわよ。泣いてねえわ。また同じこと言ってるって思ってるわよ、ママ。泣いてないよ。応援してるわ。いつお墓参り行くのよ。お墓参り一周期復帰わけか行くもんでしょ、お墓参り行けんのは。いや、今でも行ってるよ、みんな。早く行ってあげなよ、そういうこと言うんだったらさ。なんか今度そこを攻めてくるわけ？攻めてないよ。そういうこと言うんだったら早く行けばっていうのを、ひでママの名前を出すんだったらね。ねえ、つかさ、ね、なんでさ、レイ君の話かママの話か。あなたがひでママの名前出したらからでしょ？今、泣いてるとか泣いてないとか。じゃあ何？私が行くことか間違えて行くことか。何が？いや、あんたからしかないよ。泣いてるわけないじゃん。だって最後に言われたも頑張りなさいって。そりゃ応援ね。さ、両思いの場合はでしょ、うん、今の話だと、ね、みんなが。ヨギママがね、まだシャシャリ出て泣いてるわ。ね、なんかさ、私を悪者に仕方あるよね。悪者じゃないよ。じゃあ、あなた正論ぶっ込むのやめてくれる？そうやって正論ぶるの。いつも。じゃあ正論ぶっ込んで、ね、何なの？分かってるんだから、なんで受け入れてくんねんだよ。何が？うん、正論なんでしょ、だから性格合わないんじゃないの？人危ないよ。いやでもさ、正論だけ分かってんがさ、さ、それで頑張って。正論ぶるのやめてくれるって言うの。でも正論ぶっこんげるって言ったじゃん、今よ。正論ぶるのやめてくれるって言ってんだよ。じゃあ私間違えてると思う。あんたが間違えてないと思う。どっちも間違えてないんじゃないの？だったら何もさ、配信でぐじゅうじ言うことじゃねえじゃん。あなたは恋愛のエキスパートなんですか？私の何なんですか？カウンセラーの私の。友達でしょ友達だったら普通は応援するな、頑張ってねって。失敗した時に慰めてくれればいいんだよ。応援してんじゃん。そういうもんじゃない、友達って。ねえ、応援してんじゃん。いくの時もあんたの味方してきたよ。周りが敵になってもさ。うん。私かママは味方してきましたよ。じゃじゃじゃ、もう始まる前からガチャガチャ言われたくないのに、始まってもないのに。だったら始まってから落ち着いてから配信で言えばいいじゃんね。ヨギママは私に、だから男ができるのがめんどくさいでしょ。ねえ、なんで勝手に決めんの、ね、私の話聞きなさいよ。ちゃんと落ち着いたっけど。どうしても男を彼氏ができたら困るんでしょ。そういう風に聞こえますからね。いや違う、それはあんたがそういう風に傾向化してるだけよ。私が言ってるのは、中途半端なものがあって私が出さなきゃいいじゃん、まだ。それで、だってで結局最後で、じゃあ私が泣いてた人はほら、私が言った通りじゃないって言うじゃないの。それを言い難いがために今そう言ってんだろ。それわかるもん、私だって。いや、だってさ、ねえ、ほら見ろっていうのはみんなの意見でしょ。私はあんたのこと慰めてきたよ、ちゃんと。ね、わかるけど。じゃあ言うなよ。何が？んじゃあ言わない。じゃあ、あなたも言わないでよ。ほっといてよ。じゃあ、私ほっとけばって書いたじゃん。恋愛に口出してくんなよ。
いや、コメント見た私も。何解いてやればって何言っても聞かないからって、一回かじゃん、さっき。何が。じゃあなんで今電話してガチャガチャ。だから話が、ねえ、みんながお茶飲んでたら、言ってることは違うじゃないの。話権を、話権を。見てけ。え話聞くんやから、あんたに物言えんが私しかいないんだっけよ。誰そう言ってるけど。誰にだあなたにね、藤川ね、藤川もう40だからいらないよ、そのもう言うとか言わないとかさ。言われんの。あとね、友達がちゃんとかけろとかね、いろいろ言われるんですよ。うん。うん、ちょっとしっかりしてもらえるかね、そこ。ね、ヨギママが言いたいこと何簡潔に言って。簡潔だから、恋愛するんだったらするのはいいと思うよ。幸せな意見だったら。うん。ただ、未完成のまんま外に出すのは良くないよってこと。落ち着いたらちゃんと報告したら。はい？じゃあ落ち着いたらお話出せばいいんじゃない配信で。固まったらねってことよ。だから始まってもないのになんでそんなん。だから始まってもないのに。なんか誤解してると思うけど、私が勘違いしてるわけじゃないんだよ。いや、違う。始まってもいないものみんなに話したってしょうがねえじゃん。何よ。ん？始まってないんでしょ、まだ。だから私言ったじゃん、今日からどうせね、一緒に、レイコが来るよっていう話しかしてないじゃん。私は好きなんだけどねって。うん、好きなのはいいんだけど、あなたたちが勘違いしてるだけでしょ。またさけマウント。暴走してるだけじゃん。家に来てご飯作ってもらってってね。あ、が言ってんじゃん。あんたの話だとね、壮大になっちゃうんだよ。何が？あんた影響力がママも言ってたけどあるからね。何が影響力、影響力って。何か断ることに影響力とかさ。求人登録10万人、50万人いる人がよ、一言一言重い。洗脳しないでください、私も。そうやって。あんたなんか洗脳する意味ないでしょ。逆にこっちは洗脳したいかも。そうやってさ。ほっといて。まあほっとくと思ったな、ほっといて友達だと思うんだったな。オッケー。と可愛げないね。で友達だと思うんだったらほっといて。だ私ほっとけばいいんじゃないって書いたじゃん。ちぐちぐち言ってんじゃん最終的には。いやだからおさま行きかねしさずっと引っ張ってさなんかトークでやるのはいいけどよ。ねえあんまりさガチャガチャするとこっちにまで飛び火してくんだから仕方ないけど言ってんだよ。いいとこ行ったもう40でしょね30代じゃあるめしさしっかりしてよお願いだから疲れるヨギマンと話して疲れるわ私うん。もう40なんだからしっかりしてくださいよ報告します後でいやプライベートで今度報告してマジでプライベートなんもないでしょっつうの配信契約ネタにしかみんな感じなくなっちゃう配信でやんないもん私もいや、言うなよ、配信で。面識とかで言えばいいじゃん、こんなったらよ。あのさ、あなた、何を言おうと勝手じゃない、私がこうで。私が話したい場所なんだよ。じゃあ、ヨギママもそうすればいいんじゃないの？何が？ヨギママも、だら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 で配信で話してんじゃなく、メリハリつけて、そうやってね、話せばいいじゃないの。私、だからその好きじゃねえからさ。うん。うん、ちゃんと時間から時間で配信論みたいなぶっ込まないでくれる私に。いや別に配信論ぶっ込むだけあんたはほらあの馬の耳に念仏でしょ。なんで？あんた一日経ったら一か国全部忘れてるからね。うん、それがいいとこじゃないの？はあ、だから時に困る時もあるけどね。ヨギママ反対派ということで。勝手にネタにしないでくれる。結婚式には呼びません。聞けんのかおめえよ結婚式見の呼びませんあなたは別に招待状曲げませんねえ聞ける招待状曲げませんおい聞ける勝手に暴挙すんじゃねえよおめえよ何が私応援式やってんだからよ少しか考えてる応援してるって言いながら一番邪魔やん邪魔だと思ってるから邪魔だって思うんでしょでいつもガチャガチャ言ってくるじゃん。ハチ君の時もそう。ケンジ君の時もそう。何それ。いや、サザさんにさ、ね、つながりが被ってるだけだからじゃねえの何がそれ。なんかさ、いつもさ、都合悪いと私のせいに全部するのやめてくんね。なんだよ。マジで。裏で動くなの裏で。裏で間に入ってきて。じゃあ証拠出せよ。じゃあ証拠出せよ。ハチ君に聞けばいいんじゃないのじゃあそのまま。
はあ、いつ私が裏で動いたよ。長時間電話したりとか連絡しつこくしたりするでしょ。別に配信者同士が喋ったって別にいいじゃん。いや、私と付き合った途端にそういうことやるじゃん。あんたと付き合う前からさ、枠見に来たけどない？なんかもう一回ママにとか。いや、それはあるけど、あるじゃん。さあ、言うな、嘘言うな、おめえよ。ほんとよ、めんどくせえな。めんどくせえな、どっちだよ。もう10時過ぎてんだけど。邪魔しないでくれる？誰も邪魔してねえじゃん。あし、お金稼がなきゃいけないんだよな。儲かけんじゃん、いつも。私が100倍、200倍儲けてんだから、いいじゃんな。ヨギママもさ、で、配信はなんかお金稼ぎじゃないとか言いながらふわっちやったりとかさ、言うこと違うんじゃないの？私、景品取りたいからやってるけんじゃん。景品もらってるじゃん。お前、アイテムくださいって言ってんね、有料アイテム。クラクラ変わってない。ちょっとなんかスタンス変わったんじゃないんですか、最近。全然変わってないけど。なんかその貫いてほしいわね、言ったことをね。は？はって。前は言ってたじゃん、お金稼ぎに使いたくないと趣味でやってるとかさ。うん、そこはでも変わんないよ。ただプライドはもっけやってるわよ。ちゃんと言えばいいじゃん、お金が欲しいと。また洗脳するの、そうやって私を。洗脳じゃないし。そうやってまた私を操り人形に使うの。そうやって操り人形じゃないでしょ。あなたが操るんですよ、どちらかというと。あんたなんか操ったこと一度もないよ、私。ないよ。本当に。じゃあ応援してくれるんですか？してくれないんですか？応援しますよ。応援しますよ。それでいいんじゃん、もう。それでいいじゃない？幸せを願ってるの、ね、友として。ああ、ちゃんとね、うん、必ず成功してくださいって私これ何百回も言ったけど、ちゃんとね、幸せなのをちゃんとね。実感してください。幸せって人に決められるもんじゃない、ね、自分でね、掴むものなんですよ。早く掴めよ。何年かかってんだよ、バカ。何そういうこと言うの？ママだっけ、そういう痺れ気がして一回かいつになったらさ。じゃ他の部分は満たされてますよ。男的には今いないから満たされてないけどね。そこの部分だけじゃん。体重だって満たされてるわ。みんなさ、応援してんだからさ、その期待をさ、なんていうの。ヨギママって何なの、私の。え、私、え、あんたの、たった一人のこの世で友達じゃない？友達じゃない。人のことを、全部のことを理解してくれてる。友達じゃないさ、あれみたいな。私も知り合いに格下げ。いや、あんたか。あら。あ、切れちゃったんだよ。ちゃうだ、友達だったらほっとくでしょ、そうさん。ね、おう、そう、恋愛とかさ、まあ、アドバイスはするよ。こうだ、ああだとか話は聞くけどさ、聞く側になってほしいわけよね。あ、そうだね、ふんふんふんって感じで、じゃあ失敗ね。足が傷ついた時は、ああってね。じゃあ次頑張ればいいじゃんってさ、こう励ましてくれたいとかな。そういう感じの中になりたいわけよ、ヨギママとはさ。うん、でも毎回言う、ヨギちゃんはそうじゃん。私がなんかするたびにこう、ダメだよ、あれはなんとかだよって言い方をするでしょ。それに腹立ってるわけ。なんなのって。応援してくださいよ。な、こういうの使いますよ、これね。これコンシーラー。これをポンポンやればいいんでしょ？まず眉毛、眉ポン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 ってね。うん、激落ちくんじゃない、激落ちくんだったら顔削れちゃうじゃん。これもポンポンポンと。な、私もともと眉毛がないから楽だよね。もう不気味でしょ。あとはま、ヒゲとかさ、ヒゲとかポンポンポンってやってあげてね。こうやってポンポンポンと、もうすでに不気味感あるしよ。うん。あとはクマのとこだからね。クマがあったらなんかね、不気味じゃないかも。まあ、後で書くんだけど、クマみたいの。ナチュラルのクマを消してあげると、こう、ポンポンポンと。うん。で、唇も消しますね、唇も。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。
あとなんだろうね、普通に顔ぬめんって感じだよね、ぬめんって感じ。こちらです、フェイスケーキ。これを塗っていきますよ。ちょっとこれ水が必要なんだっけな、確か。このまんまでいいかな。もう塗ってきますよ。これね、すごいね。毛穴とかもね、バッチリ落ちるやつだからね。すんげえんだよ、これ。ね？バッチリなくなっちゃう。あざとかも。いや、白くしたらだってお化けみたいになるじゃん。違うよね、コンセプトが。白塗りじゃないかな。あれはなんで白く見えてるかって言うと、暗いとこに行くからでしょ？暗いとこであえてふざけてやるから白く見えんね。コントラストね。うん。で、これは今ベースの段階だから、ベース。真っ白にしたらだって白塗りのね、いやいや、ダメダメみたいになっちゃうじゃん。ね、ちゃんちゃかちゃんちゃんとかさ。それ、あれだと、ギャグなんだよ。ね。そう、こっから白い粉を叩くから、ある程度白くなるからね。ちょっと待っててね。こっから叩くんですよ。これは下地みたいなもんだと思って。うん。いいんじゃない？なんか半分ぐらい使っちゃったで、今ね、この粉。やばい。でもこんな感じで、ね、あとはハイライト入れて、みたいな。ハイライト入れてたよね、さっきの TikTok はね。少し。いい感じだね。良くなってきたね。不気味感が溢れてきたよ。いいね。テクスチャーはこれでいいね。で、あとハイライト。こちらね、マックを。マックで塗ってきますよ。これはもう手で塗っちゃっていいね。ほんの少し塗る感じかな。あんらりね。このマックのハイライトめちゃくちゃ優秀よ。黒く丸く囲んであげる感じだね。私で言うとペッサリーキョコちゃんみたいなメイクだ。うん。この黒いとこに、で、あんまり綺麗に描いちゃうと不気味感が出ないね。いびつな感じ？もうちょいかな。ちょっとガタガタガタみたいな感じの方が、不気味な感じだよね。
いや、綺麗に書いてなかったね、さっき TikTok の人を見たのさん。わざとガタガタにね。丸だけど、ちょっとガタガタ風みたいな。こういう感じだよね。ね。ね、こっちも。いや、こんな感じだよね。こうだよね。茶色かなんかで。なんかこういう感じで。あとなんだ、クマみたいの作ってあげればいいのかな？ここに。軽くね。もうちょっと口を大きくさせる？こういう感じ？もっと黒の目の幅を広げて。でもそんな大きくなかったよね、目自体はね。あ、こしょばゆい。こしょばゆい。こういう感じ？オッケー。ほくろも描いてあげた方がいい？ほくろ描く？うん。あとどこだろう。もうこれで完成じゃない？ぶっちゃけ。
オイルオッケー。これどうやってこれを、あ、こうやるのか、こうか。リーゼントみたいに見えんの。普通の私の髪の毛の方がいいかな、ロングの方が。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいんじゃね？完璧じゃない？いいよね。腕輪もはめちゃう。ラーメンを食べるラーメンを食べるか。へこりじゃないか。不思議なことね。あなたの肩越しに、双眼が輝く。二人で行くか。じゃあ、こっからライトをダウン。いきますよ。Thank you.
ルヴァール、恐ろしいシティ、インジュールコンシー、アイソーフォルシティ、ヘイシュスムルシティ、オーシャビューティーパンツ、ビキニのパンツ、インダストリアス、ファンティーナ、マルセル